どうも、皆さん、おはよう、こん,ばんにちは。原田館長です。よろしくお願いします。ということで、今回は、えー、レーザーフォン2ですね。えー、何回か使ってきたので、えー、そのね、ご紹介というか、えー、ま習慣レビューなんてね、申、えー、したらいいなと思っております。はい、これがレーザーフォン2になります。今、ケースつけてますね。非常に、えー、気に入って使っておりますと。そうですね、えっと、 まあ、使って3日間ぐらいなんですけども、使用感としては非常にい,いスマートフォンだなと思います。なんて言うんだろうなこう、持ってて、すごいみんなに自慢できる。そんな感じがする。え、それだけみたいな感じなんだけど、いやいや、それだけじゃないよと。ね。え、それだけじゃないんですと。 えー、こういったね ROG 本ともねちょっと比較しながらね、えー、語っていきたいなと思いますまずですねやはりゲーミングスマートフォンと歌っているだけあってスペックはやっぱり高いですね、えー、不満に思うような、えー、レスポンスは一切なかったですはいもう非常に満足していますそしてですね、えー、実は、えー、結構ねこのレーザー42重いですなんか体感持った感じが重いんですよね重いんだけども、えっと、実は手によく馴染む というかね、ちゃんと持ってるっててる感覚がありますねただちょっと最初は重いんで「なんだこれ?」みたいなめっちゃ重いじゃねえかと思うんだけどもちゃんとねこう手に持った時にちゃんとしっくりね取れるというかあしっくり握ってるなっていうようなのを感じさせてくれるような、えー、デザインかなと実は思っています、えー、そういうところが良かったりですとかちょっとあんまりねちょっと整理はしきれてないんだけどもあとね良かった点といえば。 音がねすすごいいんですよここにねえっとデュアルフロントのスピーカーがあるんですけども非常に音がいいあのねこれと比べた時にすごい音が良かった本当に音が良かったですねやっぱドルビー・アトモンスって威力高いんだなっていうのを感じさせてくれるぐらい、えー、すごかったですねあの音の厚みが違うし で、高音域の伸びも違うし、こう、すごい聞いてて、ここ、なんて言うんだろうな、クリア、すっきりとした音を出してくれますね。もう非常に良かった。うん。本当によかったですね。で、あと、指紋認証もね、すごい早かったです。もうそこら辺も気に入っていますと。ええー、まあそんなところかな。でもね、もう、日常使いにはもう何にも困らないスマートフォンですね。本当に。 いい感じねこの裏のねレーザークロマも非常にねいけてると思うんでいいんですけどもそうだなかなり、えーまあ、56万で買えるんだったらこのスマホはもう全然ありなスマートフォンですねみんなにおすすめしたいって感じですただ一点ねなんか不満みたいなのはあるんですけどもそれ何かっていうとまあ、吸収できる部分ではあるんだけどもレーザーフォン2の最初のねえっとホームのアプリ えーっとね、どれだろうな。どっかにね、あるんですけどね。えー、っと、ホーム画面のアプリかな。あ違うな。だから、ね、あるんですよ。えー、っと、確かね、ノバランチャーだったと思うんですけども、ノバランチャーの設定が結構使いづらいっていうのがあるんで、このホームの、えー、画面のアプリに関しては何かしら変える必要があるかなとは、えー、思ってます。 まあそれを除けばですね、そんなに、なんて言うんだろう。まあ使い勝手も悪くないし、リスポンスも早いし、本当に1、えー、台おすすめできるスマートフォンの一つかなと思います。さらに所有欲もね、満たしてくれると言ってね、いう風な感じになるかと思います。これと、あ、ちなみにですね、これと比べた時には、やっぱり重さ、もう一回言いますけども、重さが際立ちます。ただ、やっぱりずっしりとこれね、 重さっていうのは非常に安定感もありますから、えー、非常に良い点かなと思います。そしてですねえっと ROG 本に関してなんですけども、えー、こういったね16対9の画面な16対9っていうかまあもうちょっと長い画面なんですけどこっちはね、えー、ちゃんと見切れないね えー、画面になっていてい、まあ、ゲームをするときとかね動画を見るときとかも、まあ、考慮されているといったような形でね、まあ、そういった差異があるのかなと思います、えー、そしてですね r o g フォンと比べると、えー、実はもう一点、ね、違いがあって、えー、イヤホンチャックがありません全部タイプ C にね統一されていますと、まあ、そこら辺もねちょっと、まあ、気をつけるべきポイントかなとは思いますまあそれを除けば えー、ROG フォンよりも、まあ、いい点は結構いくつかあったので、本当にね、皆さん、えー、もし、えー、機会があればですね、ぜひぜひ、えー、レーザーフォン2のご購入検討してみてはいかがでしょうか。ということで、えー、今回はレーザーフォン2の、えー、使用感レビューの、えー、お話でした。またね、えー、次回の動画でお会いしましょう。るなでした。バイバイ。